ではでは、こんにちは。こんにちは。あ、なんか最近あの、はい、方言クイズが楽しいなと思って。はい。もうでもそんな方言ないけどな。そうですか。うん、もう多分標準語喋ってるからそんなにない。なんか大阪弁を喋ってる。誰なんですか。誰なの。で、今日はどちらから来ていただいたんですか。私は北海道の札幌市から来ました。札幌。はい、はるばる。札幌は何語なんですか。何語で。語でほぼ標準語でございます。ここに体験にしに来てくれたんですよね、はい、で、クイズあるからちょっとチャレンジしてみませんかって、はい、いうことですね、はい、で、娘さん、はいはい、めっちゃ可愛いんやけど顔出し NG って言うからまあ、娘さんが一緒にチャレンジしてもらったらいいかなと思います、はい、ぜひぜひ教えて。わかりました。じゃあ今日は、はい、和歌山弁のクイズなんですね、はい、で、3問出します、はい、で、3問のうち2問答えれたら、はい、素敵な商品が。わー、めっちゃすごい。本当ですか。うん、めっちゃすごいですよ。嬉しい。ということで、また今日もね、ずらっと並べていますが、はい、パッと見どうですか、お母さん。全然わからないんです。全然わからない。はい、まずじゃあ行きますね、はい、1問目、たけちゃん選んでいただきましょうか。はい、はい、じゃあ、まあ簡単なところからいきましょうか。ヤニコウ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 。なんか癖が。癖が。ごめんなさい、癖が。初めて聞いた。初めて聞いた。ヤニコウ？うん、ヤニコウじゃなくてヤニコウ。ヤニコウ？うん、そうそうそう。あ、なんかしに行こうみたいな。ああ、欲しいなー。やりに行こう。ああ、欲しいなー。全然違うわ。違うんかい。じゃあもう大ヒント出してもいいですか。はい。めっちゃヤニコウの答えがめっちゃめっちゃなんで答え言うの。わかりました。ヤニコウ。え、めっちゃっていう意味ですか。めっちゃってどういう意味ですか。北海道です。なまら。なまら。なまらそば。なまらって。正解。ヤニコウでかいやんって言うんです。まあ、1問正解です。あ、おめでとうございます。あと1問です。あと2問中1問正解するのは豪華景品です。じゃあちょっと難しいのをいきたいと思います。これは絶対わからんよな。べっこうせんといて。べっこうせんといて。もうべっこうせんといてよっていう。絶好。違うな。せんといてってしないで。なんかしないで。そう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 。なんかしないで。そう、なんかをしないで。寝ないで。ああ、違うな。よく使いますか。うん。使います。うん。毎日、一日一回は使いますか。一日一回も使わないけれども、まあよく使う。嫌なことしないで。お、近くなってきた。5、4、3、2、1。最後一個答えてください。もうべっこうせんといてよ。そんな嫌なことしないで。なんで、なんで喋り方までバレそう。残念ですね。実はべっこうせんといてってね、はい、余計なことをしないでって、っていう意味なんですよ。もうなんか手伝おうとしたら、あ、もうべっこうせんといて、べっこうせんといてっていう。余計なことせんといて、余計なことしないでっていう意味です。初めて聞きました。そうでしょうね。絶対使えへんと思う。最後の問題です。最後はもうちょっと簡単にいきたいと思います。難しいね。最後はね、何がいい？ P 何がいい？じゃあ P もちょっと実は大阪の人なんで。脱水はね、もう日常茶飯事使うで。ダサい。あ、違う。だるい。違う。怖い。違う。寒い。違う。暑い。違う。脱水する。脱水やそれ。多分ね、和歌山県ってザジズゼゾが言いにくいんですよ。サーニテンテン、シーネテンテンテン、ザジズゼゾ。僕はまあ若いんで言いますけど、ダジズゼゾになる。ちゅうことは、だから雑水で考えた方が分かりやすいかな。雑水、雑こい。あ、雑こいじゃない。じゃあヒントいたしましょう。はい。ちょっとそこの荷物片付けといてねっ
って言われました、はい、で片付けました。で後からそれを見たお母さんが、脱水片付け方してるな、わかりましたわかりました、雑、雑になる、さーに点々の雑になる、雑、そう、そういう意味です。脱水、はい、これで3問中2問正解しましたんで、はい、おめでとうございます。豪華景品を差し上げます。いや、持ってきたわ。何ですか、これ。いや、これは良すぎる。じゃあこれ、じゃあせっかくなんで、お土産に持って帰ってください、うん、見てもいいですか。いいですね、全然見ても多分、おお、いやいや、あの神にくるまったらここから。梅干しに金粉が振ってる梅干しなんですよ。え、すごい高いやつじゃないですか。まあ、ちょっと高いですね。ほら、キンキラキンの梅干しですよ。すごい嬉しい。おめでとうございます。まあこんな感じでやらさせていただきましたけど、どうでしたか。楽しかったです。はい、では北海道の人にわかるかな、和歌山方言クイズでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ちょっとお名前のところをちょっと取らせてほしいです。アップしたこのままいきますか。はい、面白すぎる。お母さんとか言うけど、いくつですか、僕より。私も60です。いや、同じぐらいかちょっと上かなと思ったけど、60? 還暦なんです、今年。マジで、はい、全然見えな。でも、まだ娘さんたちマスク取るとやっぱりほら、いや、マスク取ってもそんな変わらない。あ、そうなんや。え、マスク取っても全然60に見えんな。還暦です、もう。赤いちゃんちゃんこ着なきゃ。赤いちゃんちゃんこに金髪は似合わない。金髪違う、かっこいいよ。メッシュ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 、舐めたらあかんねん。怖いで、タバコも吸うやろ。ヤニコヤニコヤニコ、あよ、名前言うやつ。やばい、こんな人北海道もんねや。え、これずっと回されてる、もしかして。回されてる。はい、どうぞ、名前の方。北海道札幌市から来ました。なんで上品やな。さっきまで全然ちゃうやん。はい、どうぞ、いいですよ。松尾紀子と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日よろしくお願いいたします。